吉本むちっコ物語は、吉本工業の子会社である株式、会社ニューキッズイン吉本のオリジナルキャラクターである。吉本工業の創業85周年を記念して、作られ様々なメディアミックス展開がなされた。むちっコは、吉本工業所属のお笑いタレントと虫を合わせた、キャラクターである。CG キャラクターデザインは、グレゴリーホラーショーなどを手掛けた、岩田直美。 CG では四角い箱のようなデザインだったが、テレビアニメ放送の際にアレンジされた。声はアニメ版の声優。25話からレギュラー出演28話から、レギュラー出演1998年4月1日から9月30日の期間、テレビ東京、オハスタ内で、ムチッコのモデルの一組である、ココリコ出演、ムチッコが CG のミニドラマが放送された。 ムチッコマシーンから出てくるムチッコを研究している博士助手の話。ムチッコは効果音程度の泣き声は発するが基本的に喋らない。キャスト、オハスター枠内でムチッコたちが登場するテレビアニメが1998年10月26日から1999年11月5日に放送された。毎日4分程度ずつ1話を1週間で放送。 全47話。またオハスタミネット局や東京 MX などでも1週間分を30分枠に編集されたものが放送された。後に Wii の間の吉本の間で全12話での配信がされている。アニメ終了後は引き続き同番組内で毎回日替わりで一匹のムチッコを主役にしたフル CG のショートアニメも放送。エンディングにはそのムチッコのモデルになった。 芸人本人も登場し、続くと言って締める。スタッフ主題歌放送局小学館と吉本工業の共同企画として、月刊コロコロコミックとコミック型で連載されていた。漫画の作者は、菓本学部この作品では、テントウムシ花子は、初期2回では、山田テントウムシだった。SME から、プレイステーション用ゲームソフト。 吉本ムチッコ大決戦南の島のゴロンゴ島が1999年9月30日に発売された。登場キャラクターその他40匹以上のムチッコが登場する。各種グッズが発売されたほか、吉本工業のアイモードサイトでキャラクター配信が行われた。また、SNK が出していたプリクラキ、ネオプリントのフレームにもなったことがある。ありがとうございます。